イエルジェネームにイエジネーマンから1981年8月5日、カリフォルニア州オークランドは数理統計学者、エゴン・ピアソンと共に現代の推計統計学の中心的理論を確立した。父はポーランド系の法律家でロシア帝国内各地で仕事をしていた。イエジは次男として生まれ、1912年ハリコフ大学に入学。 セルゲイベルンシュテーンに数学を学んだ。在学中にカール・ピアソンの科学の文法を読み強い影響を受けた。ロシア革命後の混乱期も大学で研究を続け、1921年、ポーランドに移った。ビドゴシチ農業研究所、翌年にワルシャワの国立天文台で働き、1923年にワルシャワ大学助教授となって、 確率論と統計学を講じた。1925年、ロンドン大学のピアソンのもとに留学した。ピアソンはもはや速度論的確率論など、最新の理論には疎かったが、息子のエゴン・ピアソンとは、意気統合した。1926年パリに短期留学し、エミーユ・ユボレル・アンディル・ベーグラに学ぶが、この時期からエゴンとの仮説検定理論の共同研究も開始した。 1927年はルジャーに帰り、生物測定学研究室を立ち上げたが、1934年、再び、ロンドン大学に移って、エゴンだと研究を行った。この時期にも、信頼区間の理論など重要な業績を上げた。1938年に、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校に招かれ、後半生をここで過ごした。ここは、数学部の一部であったが、 ネーマンは独立の学問としての統計学をアメリカで確立することに努力し、1955年に統計学部が創立される。第二次世界大戦中は軍事研究、戦後は選挙に関する仕事にも関わっている。ありがとうございます。